巨星は、新末民発の政治家、革命家。中国同盟会以来の革命派人士で、中国国民党では、反共右派として知られる。救命はこれ春。字は覚星、号は梅川。塾教師の家庭に生まれる。1899年に陰味で、第1位を取ったが、1901年の里見では、落第した。1905年9月。 日本に留学し、1907年に、法政大学法政促成科を卒業する。入学の際に、郷土の先輩格である、陳犬衣から総教人に紹介され、中国同盟会に加入した。1907年夏、日本大学本科法律部に入学した。間もなく、雲南省川口での孫文らの放棄に参加しようと、帰国を図る。しかし途中の香港で、 放棄の失敗を知らされ、シンガポールに赴いた。そこで、古官民、王朝名らが主催する、中高日報で、記事、論文を執筆する。これ以後も、南洋各地で、革命派宣伝工作に従事した。1910年に、孫文の命により巨星は帰国し、以後、観光で、同盟会の工作に従事する。同年10月、 武将危機が勃発すると、巨星は、古北軍政府に加入し、都督霊元広司を補佐して、政府組織の事務に従事した。12月、巨星は、古北代表として、南京で開催された、各省都督府代表会議に出席している。1912年1月、孫文の臨時大総統就任とともに、巨星は、内務次長に就任した。しかし、遠征外が、 公認の臨時代総統となると、巨星は辞任した。その後、総教人率いる国民党で活動している。1913年3月に総教人が暗殺されると、巨星は孫文の下に戻り、二次革命に参加する。巨星は、上海五省法大総司令として戦ったが、敗北して日本に亡命した。 日本亡命後の1914年6月、孫文が組織した中華革命党に巨星は加入し、党務部長に任命された。9月より、赤坂の東山三邸にて、法略研究会に参加。1915年晩火、東京にて、各部長を招集して会議が行われ、中国国内に、中華革命軍東南、東北、西北、 西南四国軍の設立を計画。巨星は、中華革命軍東北軍総司令に命ぜられる。同年冬、孫文の命により巨星は、大連に戻り、反栄政外活動を、秘密裏に展開する。五国戦争勃発後の1916年2月、孫文の指示で、陳太汰に赴き、中華革命軍東北軍組織の準備に取りかかる。3月13日、 正式に、中華革命軍東北軍を組織して、総司令となり、総司令部を、八幡田町の旧ドイツ総督邸宅に設置、三望町に、巨高里、茅野の長地下、二個本体と六個死体で構成されていた。5月4日、ついに兵を挙げ、半円西外の軍事活動を、山東支省で展開した。第一死体をもって、州村を占領。 続いて第一本隊及び三個死体をもって、長寿元率いる北洋第五子が防備する、県城を攻めた。この戦闘で、日本兵や居留民が巻き添えを受け死傷者が出たため、長寿元は、不評第四十連隊長、一浦健次郎大佐より抗議を受ける。この問題は、日中間の外交問題に発展したが、結局補給を断たれた長寿元は、革命軍に屈し、 15日に革命軍との和議に署名。県庁は23日に明け渡された。6月6日、遠征外が死去するとは僕の機運が起こりつつあった。しかし、長夫と殺し場はそれに乗じて、安球、林陵権を再占領し、革命運動も激化していた。そんな中、7月から中華革命軍東北軍の指揮下に投入された、華京義勇団引隊は、 滋賀県洋海市町の中華革命党、航空学校卒業生らと、坂本俊一、立花良官ら日本人、共感9名を含む87名の辞任、梅谷小吉の出資で購入したカーチス JN-4 ジェニー、J-5、モラーヌ・ソルニエジー型、戦風合格一機一体の3体で構成され、再び北洋軍の手に渡った、県庁に、宣伝ビラを巻くほか、 スリーキャッスルの空き缶にダイナマイトを詰めて、投敵するという原始的な爆撃を行った。飛行機が、まだ珍しかった当時、これらの北洋軍への心理的影響は、大きく、4、5回の爆撃の後北洋軍により、県城からの撤退を条件に爆撃を、やめるよう申し出を受けた。9月21日、三島軍向井弁の極道と夜中章と講和を結ぶ。 12月14日、中華革命軍東北軍を解散。その後、巨星は、公衆で、孫文の誤法運動に参与する。1919年10月10日、中華革命党が、中国国民党に、改組されると、巨星は、総務部主任権軍事委員に任命された。1922年5月、関東軍政府で内務部長に任命される。 1924年1月、国民党第一回全国代表大会で中央執行委員に選出された。しかし巨星は孫文の三大政策、特に連劣ソ連共路線に反発し、突然公衆を離れ、上海に引きこもってしまう。1925年3月12日に孫文が北京で成居すると、巨星は北京へ急行し、 もに服した。しかし、上海で、昌平林と、侵害クラブを組織するなど、国民党の連ねとも、連貫ソロ戦には依然として服さなかった。同年11月、巨星は、スーロ、シャモチ、林森らと北京の西山壁雲寺で独自に、国民党、第2回全国代表大会を開催し、三大政策反対と反響を公開で宣言した。 巨星別陰、最新種の洋人伝その後の巨星は、小解析と対立的な政治姿勢を保っていた。しかし、1931年の満州事変を経て、国民党内は大同団結となり、巨星も小解析と和解する。巨星は、国民党第4回全国代表大会で、中央執行委員、常務委員に選出され、司法委員副委員長に任命された。 1932年5月、巨星は、司法委員長に昇格した。以後、1948年6月に辞任するまで、国内法制整備に尽力した。また、1932年11月5日から1935年7月22日までは、最高法院委員長を兼ねている。司法委員長辞任後、巨星は観察委員、観察委員に選出された。 1949年11月に台湾へ逃れた後もこの職に留まっている。1951年11月23日台北で病没。去年75。ありがとうございます。